壊れそうだね。その点僕らは完璧だよね、高野さん。そんなのはどうでもいいの。古出神社の至宝、この手に収めるわよ。初戦で俺たちに会うなんてラッキーだよな。秒殺してとっととお帰りいただこうぜ。なかなか威勢がいいわね。でもあなたたちは知っているのかしら、あの鏡がどんなに恐ろしいものなのか。そう、あの魔法の鏡に願い事をした人間はね、3日以内に喉をかきむしって死ぬことになるんだよ。それ本当？マジかよ。あの鏡の恐ろしさ、少しは分かってくれたかしら。大地くん、どうしよう。いや、どうしようって言われても。高野さん、相手が混乱しているうちにさっさと片付けてしまおう。もちろんそのつもりよ。よし、頑張るよ。それは私も同意見です。
私の理想の相手は、そう、メイドの似合うさとこちゃんもん。いくら知恵先生でも、ノーサンキューでお断りです。でも、もしメイド服を着た知恵先生だったら、少しは心が動いたりしませんか？私には誰にも譲ることのできない願いがあります。あら、無理しなくてもいいのよ。腕づくれでも誤解を解いておく必要があるようですね。入江先生、やりましょう。わかりました。それでは行きますよ。よし、頑張るよ。それ頼むね。まだまだ、これ君の輝き、Tomitake さんに Takano さん、まだこんなところでうろちょろしていたんですか？とっくの昔にあっさり負けて尻尾を巻いて逃げたかと思ってたよ。それはこっちのセリフよ。悪いけど子供だからって容赦しないわよ。相変わらず大人じゃないな。バトルを放棄するなら雛見沢に代々伝わる園崎家の秘密を教えてあげてもいいんだけど。園崎家の秘密？ちょっと高野さん、ダメだよ。ミオンちゃんたちの策略だよ。でもちょっと気になるわ。だからいいんだってば。そんなものを知ったらますます高野さんはオカルトに暴走してしまうじゃないか。富武さんの言うことも一理ありますね。それじゃ
さんがこれ以上暴走する前にとっととケリをつけましょうか。シオンちゃんもああ言ってるし、中野さん一緒に頑張ろう。ジローさんがそこまで言うのなら手加減はしませんよ。よし、頑張るよ。くらえ、飛び立てるんだ。このくらいじゃ平気です。いきまーす。なんとか勝ててよかったよ。そうね。ところで二郎さんは鏡を手に入れたら何を願うつもりなの？僕は高野さんに喜んでもらえることなら何でもいいさ。そう、殊勝な心がけね。ちょいと待ちな。ここから先は通しません。私たちを倒してからにしてもらいます。どうやら音色の人たちまで参加しているようだね。あらあら、その崎組の幹部が直々にお出ましになるなんて、どういう風の吹き回しかしら。願いの一つ、優勝賞品の魔法の鏡さ。その崎の名をかけて、あの鏡は私がいただくよ。どうする高野さん、ここは危険した方がいい。何を言うのよ、危険なんて冗談じゃないわ。まさか高野さん、本職相手に戦うつもりかい。鏡が欲しいのはこっちも同じでしょ。宝物は戦って自分の力で勝ち取ってこそ価値がある。そうは思わない？やれやれ、仕方がない。高野さんは僕が守る。よし、頑張るよ。
ダメ。それそれ楽しいね。くらえ、ダメダメ。これあるよ。私をここまで追い込むか。少し静かにしましょう。くらえ、ダメ。まだ大丈夫です。それ邪魔よ。それザッタにこんな強い。まだ大丈夫。一本くらいはくれてやるよ。君の輝き、いただきさ。後で行こう。それまだ余裕かね。それまだまだ行こう。これも収めできです。くらえ、痛めくらえ。どうか感じたようだ。それそれやっとたまった。そこまで魔法の鏡が欲しいんだね。それはジロー、私の願い事ぐらいわかるでしょ。え、それじゃもしかして僕とその、お想像にお任せするわ。腕でも組みましょう。ああやっと見つけましたよ、トムタケさん、タカノさん。サトシ君、どうしてここにサトシ君が。あら、これはこれ、あの鏡、早速運命のいたずらを引き起こしたようね。タカノさん、どういうことだい。今の彼は仮の姿、正式に現実世界に戻るためにはあの鏡の力がもっと必要になってくるのでしょうけど。その通りでございますわ。ですから魔法の鏡はお二人には渡しませんのよ。そういうわけにはいかないの。私もあの鏡が欲しいから。私がニーニーのために使わせてもらいますわ。さとこ、もうよそ。この人たちには何を言っても無駄だよ。あらあら、ずいぶんと物分かりがいいこと。だからってここでおとなしく引き下がるとでも思いですか。ニーニー、こうなったら力ずくで倒してやりますわよ。よし、頑張るよ。よし、こんなに硬い。まだ。よし、こんなの。できる。これ、えい、えい、
君の輝き邪魔よ。決めつけるのは良くないよ。外見だけじゃないのです。この女は心の中が真っ暗なのです。それこそ偏見だわ。私は鏡を使ってこのおかしな世界の神秘を解き明かしたいだけよ。またわけのわからない野望を。カミュちゃん、とにかく二人でやっつけちゃおう。それはこっちのセリフよ。ジローさん、私のために頑張ってくれるわよね。当然だと。君たち、悪いが覚悟してもらうよ。くらえ！
私のものね。よかったね、タカノさん。さあ、鏡を使って僕たちの夢を叶えよう。僕たちの夢？何を言ってるの、ジローさん。え？だから、僕たちの愛をさらに育むためにあの鏡を使って、あんなことやこんなことを。誰がそんなことに鏡を使ったりするものですか。鏡は私のものよ。あの鏡を使って世界の神秘を解き明かすの。世界の神秘？行くわよ、ジローさん。私がこの世界の神になる時が来たのよ。いよいよ世界の神秘を解明する時が来たのね。タカノさん、なんだかいつもと感じが違うけど。何を言ってるのよ、ジローさん。私はいつもと同じ、いえ私の本性はこんな感じという方が正しいかもしれないわね。これがタカノさんの本性ですか。これから私はこの鏡を使って世界の神になるの。雛見沢に暮らす人々の体内に住む寄生虫も、人間を操る宇宙人も、その他いろいろ全部、これからは私にひれ伏すなよ。さっきから何を言ってるのか僕にはさっぱりわからないよ。それより、その鏡で僕たちの愛を育もうよ。誰がそんなこと、冗談じゃないわ。冗談じゃないって、そんな。あら、ごめんなさい。そこまで傷つけるつもりはなかったんだけど。あ、だったらこうしましょう。これから私は神になるけど、よかったら、ジローさんは、神に使える下僕にならない？下僕？ええ、従順に私に尽くしてくれる下僕には私と優しくするわ。そうだね。それもいいかもしれないね。高野さんになら、ご奉仕のしがいがありそうだし。でしょ。あ、いや、照れるな。神と下僕のワンダーランド、めくるめくる愛と奉仕の世界、これもいいかもしれないな。それじゃあ願いを叶えるわよ。緊張するわね。大丈夫だよ、高野さん、僕がついているから。ありがとう。それじゃあ願いを叶える前に
ちょっとお茶でも飲んで気持ちを落ち着けようかしら。次郎さん、お茶をくださる？あ、うん。お茶が現れた。あ、どうやら今ので願いが叶っちゃったらしいね。Mm-hmm.